2人の結構多かったんだけど、ちょっと牛乳飲ましてくださいね。これ分かる人には分かるんだけど、でネック自体をかなりこう見ていただくと分かるんですけど、なんだけどな、これジョーンドっていうブランド。靴を磨くなら先生を磨け、オビーパーソナルスタイリングサービス代表の大藤です。今現在夜中の3時半に YouTube の撮影を始めました。週末なんですけど、子供とちょっと目いっぱい遊んで疲れちゃって、もう早々に寝ちゃいまして、撮影できてなかったんで、今3時に目が覚めて、今3時半30分で準備して、今回ですねちょっとご紹介したいブランドがございまして、ちょっと僕もずっと購入できてなかったんですけど、うちのスタッフがですねようやくまあ物にありつけたというところで、そのものをですね皆さんにぜひご紹介したくて、この動画を撮影しております。どちらかというと今までみたいにこうユニクロさんの商品とか、まあそういった生活に、まあ日本人のね今の僕たちのこの生活に馴染んだものっていうよりも、まあ、日本でこう展開はほとんどされていなくって、全然こう手に入れることもなかなかこう難しいような、そういったブランドとなっております。洋服好きな方ももちろん、服にそこまで興味はないけどこのチャンネルを見てるっていう方も、まあいろんな方がいらっしゃるとは思うんですけど、面白い話ご紹介ができるんじゃないかなと思いますんで、最後までぜひ楽しんで見ていただければと思います。早速ですが、今回ご紹介するものはですね、こちらスターバックスではなくて、買ったんですよ。海外から届いたんですけど、スタッフがですねもう袋ももう全部捨てちゃってて、借りてきたものをちょっと皆さんにお見せしたいなと思って、ちょっとスターバックスの袋をお借りしてっていう感じで、で今回ちょっとご紹介したいなというのがこちらです。前回ね、本当に僕が YouTube を始めてまだ間もないぐらいの時にチラッとだけ紹介してたブランドなんですけど、ちょっと見えるかな、これ分かる人には分かるんだけどな、これジョーンドっていうブランドになっております。ジョーンド、このロゴ見たことあるかな。でジョーンドっていうブランド、じゃあ一体どんなブランドなんだっていう話なんですが、カナダにデザインスタジオを持ったクリエイティブチームというかデザイン集団みたいな人たちが、もともとフォトブログって言ってブログの写真版みたいなものを立ち上げたのがスタートなんですけど、でそのフォトブログっていうところからスタートして、それをまあ機にデザインスタジオとしていろんなそういうクリエイティブなものみたいなのを作り始めたっていうのがジョーンドのスタートです。ジョーンドを始めた人っていうのがジャスティン・サンダースっていう方なんですけど、その人自体はもともとアーティストのカニエ・ウエストって皆さん多分ご存知だと思うんですけど、カニエ・ウエストがドンダっていうねクリエイティブエージェンシーみたいなのを持ってるんですよ。でそのドンダの中には結構いろんな人がいて、カニエもそうですし、例えば今ルイ・ヴィトンのデザイナーをしてるバーチル・アブローだったり、この今回ご紹介するジョーンとの、ジャスティン・サンダースとか、あとはマッシュ・ウィリアムスとかね、まあ、そういういろんな人たちがそのカニエが考えるそのクリエイティブっていうものに賛同して集まってドンダっていうねクリエイティブエージェンシーを作ったんですけど、このドンダっていうねクリエイティブエージェンシー自体もちょっと僕はすごくかっこいいなと思ってて、ドンダはねカニエ・ウエストの、お母さんがドンダ・ウエストっていう人なんですけど、そのカニエ・ウエストのお母さん亡くなってるんですけど、まあ、亡くなって、まあ、カニエがドンダっていう名前にしたいっていうふうに考えたんですけど、その名前ドンダっていう名前とはまた別で、カニエがやりたいこと、そのクリエイティブ表現したいことっていうのが面白くって、カニエの2012年4月5日のツイッターから発表されてるんですけど、このクリエイティブエージェンシーはスティーブ・ジョブズが辞めた時から始まるっていう、そこからがドンダのスタートなんですよ。まずこれに痺れるというか、まあ、僕個人的にすごいスティーブ・ジョブズが大好きなんで、アップルに勤めているそのスタッフの皆さんからすると、スティーブ・ジョブズよりもビジネスパートナーだった方もう一人いらっしゃるみたいで、ちょっとごめんなさい名前はちょっとド忘れしちゃったんですけど、分かる方はちょっとコメント欄に入れていただきたいんですが、
その方の方が優れてるというか、その方をリスペクトしてアップル社に働いてるっていう方はすごい多いみたいです。ただ僕はその方全然ちょっと存じ上げないから、僕個人的にはやっぱりスティーブ・ジョブズすごいいいな、好きだなっていうふうに思ってるっていう感じなんですけど、まあ、そのスティーブ・ジョブズがね、退いた、いなくなった時から、まあ、このクリエイティブチームっていうのはスタートさせるっていう、スティーブ・ジョブズのその敬愛みたいなのもそうだし、そこからバトンをこうもらって、でそのクリエイティブっていうのを表現していきますみたいな、そのなんかこうカニエのその姿勢というか、そういうところはすごい僕はあの感銘というか、なんかこう共感というか、かっこいいなっていう、ただの憧れみたいなのを抱いてるっていう感じなんですけど、そのドンダでカニエを中心に今回ご紹介する、ジャスティン・サンダースだったりとか、あとはバーチル・アブローとか、まあそういう人たちっていうのが表現したいことっていうのが、創造的な空間で素晴らしい姿勢強化を活性化し、夢とアイデアを跳ね返すデザイン会社っていうのがドンダになります。これは僕ごめんなさい、カニエのこのツイッターをただ読んでるだけっていう感じなんですけど、そこで、まあ、僕もものづくりを本当に胸を張って言えるようなものづくりっていうのはまだできてはいないんですけど、あの端くれみたいなもんです。で、そのものづくりをするそういうこう人たちからすると、何か多分その共通点みたいなのはその言葉から見出せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんなドンダの中でアートディレクター、いわゆるこう先頭に立って指揮を取っているっていうのが、このジョーンドを生んだジャスティン・サンダースになります。こっからごめんなさい、前置きがちょっと長くて申し訳ないんだけど、物の方に入っていきます。ちょっと牛乳飲ませてくださいね。今日はね、全然まだまだ暗いし、家族も寝てるんで、あんまりライトをこうこうっていうよりはちょっとキャンドルを焚いてっていう感じでやらせてもらってます。で、ジョーンドの商品をね、これカナダからなんですけど、買うとこういうジョーンドのロゴが入ったこの可愛いポストカード、こんな感じのポストカードと、あとはジョーンドの、まあなんか袋、まあこれは、まあ、このスターバックスのこういう袋、こういう感じの袋にジョーンドのステッカーが貼ってるだけっていう感じなんですけど、まあこれに今回購入できたのはこの T シャツ、2枚パックの T シャツなんですけど、これごめんなさい、今ちょっと黒と白購入してるんですけど、ポケティですね。本来だったら白が2枚入ってる、黒が2枚入ってる、で今回は黒と白両方買ってるっていう感じなので、計4枚入ってるっていう感じです。なんだけど1枚ずつでご紹介したいなと思います。で、実際僕写真でしかずっと見てなかったんですけど、今手に取ってみるとものすごく生地がしなやかというか、ちょっとこう柔らかくてすごいしっとりしてるんですけど、ちゃんとその男性が好きな厚みというか粗さというか、そういったところもこう持ってるっていう、本当に絶妙な生地をしております。ネック自体はかなり着ていただくと分かるんですけど、詰まった感じのネックで、リブ幅っていうのは結構太めかな、これ3センチもないか、2センチぐらいかなのリブ幅でございます。シンプルにここにポケットがついてる。で、ジョーンドのものってどれもそうなんですけど、かなりこうミニマルで洗練されたシンプルなものっていうのが多いんですよ。で、それはジャスティン・サンダースの洋服へのその解釈っていうのがそういう考え方なので、以前あの動画でご紹介もしてるんですけど、アーペーセイとジョーンドっていうコラボレーションのものを発表しました。その時もやっぱりね、アーペーセイの本当に定番的なものっていうのをジョーンドの解釈っていうので、まあ、作られてコラボレーションに至ってるっていうところなんです。男性っていうのはね、やっぱりそこまでファッションを頑張りすぎない、ちょっといろいろ、まあ言葉の表現がすごい難しいんですけど、僕もすごいシンプルなコーディネートとかっていうのがすごい多かったり、シンプルなものっていうのがすごい多いんですけど、これはね、でもね、一概にそうしてくださいとは言えないんですよ。ただ僕も本当にいろんなものを着てきて、そのやっぱりこう着てきた過程があって、
今もう本当にこんなね白 T ばっかり着てるとかそういうことに至ってはいるんですけど、まあやっぱりいろいろチャレンジはしながらシンプルでいる、まあシンプルでいるっていうのはその精神的な部分がシンプルでいるっていうことがいいのかもしれないです。だから遊び心のあるそのデザインのものっていうのを着ないわけじゃないですし、着ることにすごい楽しみっていうのも感じてはいるんですけど、ファッションへの自分のその精神のアプローチっていうのがシンプルっていう、ただそれだけかもしれないんですけど、おそらくそのジャスティン・サンダースもそういう多分考え方を持ってらっしゃる方なのかなっていうのは、これまで出してきてるその洋服だけじゃなくて、そういうこうグッズなんかを見てもそれはちょっとこう感じられるかなっていうふうに思っています。だからまあ僕もすごい共感できる部分があって、このジョーンドっていうブランドがすごく大好きっていうふうに思っているんですが、ものとしてはですね、ごめんなさい、話がちょっといろいろ飛び飛びで申し訳ないんですけど、本当にシンプルなポケティに、まあここにこういうビスネームというか、これは多分おそらくジョーンドの商品についてるこういうアイコニックなものなのかもしれないですけど、こういうのが左の裾についてたりするような本当にシンプルな T シャツになっております。カナダのクリエイティブエージェンシーなんですが、 USA で作られてるっていう感じです。これはサイズはミディアムですね。今回いつもカメラを撮ってくれたりとか編集とかをねてくれているスタッフに来ていただいて、まあ見ていただければわかると思うんですけど、こんな感じですね。形自体はスタンダード、大きすぎるっていうわけでもないですし、かといって小さすぎるっていうわけでもない。今度の商品全部に言えることなんですけど、そこまでこう今この時代にね合わせてすごくオーバーサイズに商品を作ってるっていうわけではなくて、あくまでも男性が着るその目線で、男性が着るスタンダードっていう目線で形っていうのを決定して作られているっていうのが僕なりの印象です。バランスはすごくいいかなと思います。肩張ってるんですけど、肩張ってても全然しっかりと M サイズで肩の肩山ってこうここのね一番トップの部分に来る部分は溜まってはいますし、なので M サイズが多分身長を書いておきますけど、そういう体型の方が着られる分にはすごくいい、サイズ感なんじゃないかなと思います。僕178センチで、まあ75キロ、まあちょっと太って6キロとかそういう感じなんですけど、多分僕だと、まあ L か XL とかな感じなのかなっていうところですね。まあ L だとちょっとちっちゃいかな、まあ XL とかがいいかなと思います。多分ね、もちろんサイズちょっとアップして大きく着るっていうのは全然ありだなっていうふうに思います。そういったこう着方っていうのをしていただければすごくいいなっていう感じです。色はシンプルに黒と白。いろんな商品出してるんですけど、このジョーンドって。この間発表されてとか日本で発売され、日本で発売じゃないか。世界的に発売されている。ニューバランスの992とジョーンドのコラボレーションに関しては、発売してもうほんと数分とか多分数秒では多分ないと思うんですけど、まあ即完売をしてます。なかなかこう手に入んないようにしてるのか、それ意図的にしてるのかどうかちょっと分かんないんですけど、やっぱりまあ欲しくなりますよね、そういうものって。今回こうものを見て思ったんですけど、本当に多分いつの時代でも色褪せないというか、全然こう流行りに流されてるとかそういうわけではないブランドだなっていうのを改めてすごく感じたので、そのクリエイティブっていう部分はまあ同じことの繰り返しになっちゃうんですけど、その時代に流されないでやっぱりいつになっても色褪せないものっていうのを作るっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そういった洋服っていうのを選んで着るっていう、まあ僕もそれは常に意識しながら洋服は選んでるつもりではあるんで、まあ、これまで洋服いろいろご紹介してますけど、ちゃんとそのレールには全部乗っかってるものが多いかなというふうには思いますんで、なので僕のチャンネルを見て物を買ったという方、コメントでもすごく多くいただいてはいるんですけど、自信を持って着ていただければ、楽しんでいただければすごく嬉しいなというふうに思います。はい、今回ですね、ちょっと僕が大好きなブランド、ジョーンドっていうブランドについてご紹介させていただいたんですけど、ずっと紹介したかったんですよ。ただやっぱり物がないと説得力がないなっていうふうに思ったので、物を手に入れてから紹介しようというふうに思ってました。僕が好きなブランド、注目してるブランド、すごく皆さんにチェックしていただきたいな
って思うブランドだったりも今後ぜひ紹介していけたらなというふうに思ってますんで、楽しみにしていただければなと思います。ちょっとこう今日テンション低めな感じかもしれないんですけど、ちょっとね今朝の4時というところなので、あんまりこうちょっと高いテンションでお送りしていなくて、まあ、ちょっと語りが結構多かったんで、今日はちょっと落ち着いた感じでお送りさせていただきました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。毎回の宣伝というかになってしまうんですけど、まあ、僕がやっておりますオビパーソナルスタイリングサービスというパーソナルスタイリングサービスがですね、まあ、新たなプランっていうのも加えて現在行っておりますんで、概要欄にホームページ URL 等を貼っておきますんで、ぜひチェックしていただき、日頃のファッションのお悩みだったりとかっていうのを、僕は直接ね皆さんに、そんなにこう上から目線でやるのを僕はあんまり好きじゃないんですけど、一緒にその悩みを解決していけたらなというふうに思ってますんで、ぜひぜひご予約や問い合わせ等々お待ちしております。よろしくお願いします。それではこの動画がいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れなく、よろしくお願いします。それではキープポジティブ。